はい、こんにちは、116インズです。長らくお待たせしてしまいましたが、今回の動画では菅野選手について話していきたいなと思います。先日ポスティングでの MLB 移籍を断念した巨人の菅野選手、今週14日に巨人と契約更改をして、正式に来季の契約が決まったわけなんですけれども、推定ではありますが年俸がなんと8億円、これはペタジーニを抜いて NPB 史上最高年俸となるんですけれども、菅野選手に関してはポスティングを断念した際に、ケン・ローゼンタール記者が巨人と4年総額4000万ドル、だいたい45億円の契約を結んだと報道されていましたけれども、契約公開の場でそういった報道は根も葉もない噂だと話していましたが、それにしても8億円という年俸も、まあなかなかすごい金額ですよね。巨人がいかにこの菅野選手をチームに残したかったかがよくわかるような年俸だと思うんですが、ただ単年契約のようですので、気になるのは来季の MLB 再挑戦というところですよね。ただ今回菅野選手が MLB 移籍を断念した際に、ここからさらに年を取るのに今以上の契約を果たしてゲットできるのかと疑問視される方も結構いらっしゃったと思うんですけれども、確かに年齢面で不利になることは間違いないとは思うんですが、ただ必ずしも今年よりもいい契約はゲットできないとは言い切れないんじゃないのかなと思いまして、今回の動画ではもし来季菅野選手が MLB に再挑戦する場合の MLB の環境について話していきたいなと思います。はい、で来季の MLB の状況について話す前に、コンオフの先発の FA 市場についてちょっとおさらいしていきたいなと思います。まず今年のオフシーズンが始まる段階で、今年の先発投手の FA 市場目玉選手はこういった選手たちになっていまして、まず市場の中でナンバーワンの選手は、なんといってもサイヤング賞に輝いたトレバー・バウアーで、2番手がメッツのマーカス・ストローマンで、3番手以降がヤンキースの田中選手やツインズのジェイク・オドリッチ、それからジェームズ・パクストンなどの存在が挙げられていまして、まあ例年と比べますと先発投手の FA 市場はまあちょっと不作かなと言えるようなメンバー構成となっていました。しかし選手たちにクオリファイングオファーが提示されると、なんと史上2番手と目されていたストローマンがクオリファイングオファーを受諾する決断を下し、早々にメッツに残留すると決めてしまいました。正直ストローマンに関しては市場に出てくるものだと思っていましたので、この彼の決断にはものすごく驚いたんですが、こうして FA 史上2番手の先発投手がいなくなってしまいましたので、バウアーの次の先発投手たちが、まあ、田中選手ですとかオドリッチとなってしまって、ちょっとギャップが空いてしまったんですね。もちろん田中選手オドリッチにしてもいいピッチャーではあるんですが、ただバウアーのようにサイヤング賞争いに加われるかと言われると、まあ、そういうピッチャーたちでは残念ながらないと思いますので、そうなってくると先発投手の獲得を目指す球団にとってバウアーが決めてくれないと次に動けないという状態になってしまったんですね。ですので現状先発投手の FA 市場は硬直状態にありまして、なかなか選手たちの契約が決まらない状態にあります。もちろんコロナの影響でそもそも財政面に余裕がない球団が多いのも事実だとは思うんですが、先発市場にあまりに動きがなく、相場がなかなか決まらない状態にあるのかなと思っています。こういったカチカチに固まった先発市場の中で菅野選手は契約を探していたわけなんですけれども、ポスティングという1ヶ月の期限内で残念ながら先発市場が動き出すことはなく、どのチームもあまり思い切ったオファーが出せず、結果菅野選手が納得するだけのオファーがなかったんじゃないのかなと思っています。実際もう1月中旬ですけれども、先発投手で契約がまとまった選手というのはこれぐらいしかいないんですよね。モートンやスマイリー、レイに関しては単年契約の割には結構いい金額はもらえたと思うんですが、単年契約だからこそこれぐらいの金額になったとも言えるかもしれませんし、また複数年契約をゲットした選手もここまでマイク・マイナーただ一人で、しかもこれも2年契約ですから3年以上の契約がまだ一つもまとまっていないんですね。とにかく市場の動きが遅くて、でおそらくバウアーが大型契約を結ぶまではこの動きの遅い状態はおそらく続くのかなと思っていますので、この中で菅野選手が納得するだけの複数年契約をゲットするのは、まあ、やっぱり難しかったんじゃないのかなというところですね。ということでバウアーがワントップすぎてなかなか動きが出ないこのオフですけれども、では来季オフはどうなのでしょうか。おそらくですけれどもこのオフと比べますと多少マシになるんじゃないのかなと思っていまして、というのも来季オフ FA となる予定の先発投手がこのオフと比べますと結構メンバーが豪華なんですよね。でこちらに主要な FA 選手の一覧を載せてみましたけれども、名前だけ見てみますとグレインキーですとかバーランダー、シャーザー、カーショー、それからストローマン、シンダーガード、エドワルド・ロドリゲスやマカラーズ・ジュニアといった
結構実績のある先発投手が揃っていますし、またここには載っていませんが、他にもランス・リンですとかケビン・ゴースマンといった選手たちも揃っていますので、このオフと比べますと結構先発投手は揃っている来季オフの FA クラスとなっています。でこのオフはバウアーがあまりにズバ抜けているので、なかなか相場が決まらないと冒頭話しましたけれども、もちろんグレンキーやバーランダー、シャーザーやカーショーといった殿堂入り間違いなしの選手たちも含まれていますが、ただ彼らに関してはちょっと年齢面の問題が長期契約を結ぶに際しては出てくるかと思いますので、少なくともこのオフのバウアーほどズバ抜けた存在の選手は、まあいないんじゃないのかなと思っています。少なくともこのオフのようにバウアーが決まらないと次のピッチャーの契約が決まらないといった状態にはなりにくいのかなと思っていますので、このオフと比べますと先発投手の FA 市場多少動きは早くなるんじゃないのかなと個人的に予想しているところです。もちろん MLB での実績がない菅野選手がこのメンバーと戦っていかなければいけないのは、それはそれでタフなことだと思うんですけれども、ただ先発市場に動きが出る分、菅野選手にとってもこのオフと比べますと多少チャンスは生まれやすい環境にはなるんじゃないのかなと私自身は思っていますけれども、こちらは果たしてどうなるでしょうかね。でもう一つ菅野選手にとって追い風となりうる要素として、現行の CBA、まあ、労働協約のことなんですが、これが今年で失効する予定となっています。現在の CBA は2016年に結んだ CBA で、2017年から2021年シーズンをカバーしたものとなるんですが、これが失効しますので MLB と選手会双方で新しい CBA を結び直す必要があります。正直昨年のレギュラーシーズンの試合数をめぐっての MLB と選手会の対立などを見ますと、果たしてこの CBA が無事何事もなく結び直せるのかどうかはめちゃくちゃ不安なところではあるんですが、ここでは一応ちゃんと結べるものとして考えたいなと思います。で労働協約がなんで菅野選手にとって追い風となりうるのかという話なんですけれども、実は CBA の中で贅沢税の課税ラインを決めているんですね。贅沢税とはチームの総年俸に対して一定の制限を設けて、それを超過したチームに対しては罰金ですとか、また場合によってはドラフト指名権にも影響を及ぼすような制度となっているんですけれども、こちらが2012年以降の贅沢税の課税ラインを示したものとなっていまして、今年2021年シーズンは贅沢税の課税ラインが2億1000万ドルと設定されています。で新しい CBA が結び直されますと、基本的にこの贅沢税の課税ラインは上がることが多くて、例えば現行の2016年の CBA であれば、2016年は贅沢税の課税ラインが1億8900万ドルでしたが、2017年はこれが1億9500万ドルと600万ドル引き上げられていますし、またその前の2012年の CBA に関しては、2012年から13年は変動がなかったものの、2013年から2014年で課税ラインが900万ドル引き上げとなっていますので、要するに新しい CBA の内容次第ではチームがペナルティを受けずに使えるお金の額が大きくなるんですね。もちろん新しい CBA の内容なんて今の段階で分かりっこないですし、またコロナの影響がこの贅沢税の課税ラインに影響する可能性もなくはないとは思うんですが、ただコロナ禍以前の MLB は史上最高収益を更新し続けていましたので、基本的にはこの贅沢税の課税ラインは次の CBA でも上がるんじゃないのかなと思っています。でこのオフは特にその動きが顕著なんですが、ヤンキースやドジャースといった結構お金に余裕のある球団でも、なんとか贅沢税課税ラインを下回ろうと様々お金の面で工夫をしていまして、これはもちろん昨年コロナの影響で財政面に深刻なダメージを負ったからという部分もあるとは思うんですが、 CBA は贅沢税のルールが変わることもありますので、もしかしたらそこに備えた動きもあったんじゃないのかなと個人的にちょっと思いました。次の CBA で決まる新しいルールがわからない状態で贅沢税の課税ラインを簡単に下回れないようなペイロールの構成としてしまいますと、後々問題が生じかねませんので、そのせいで今多くのチームが必死に贅沢税課税ラインを下回ろうと努力しているんじゃないのかなと思いました。そのためこのオフは結構多くのチームが財布の紐を固く締めていたわけですけれども、贅沢税の課税ラインが上がりますとなれば、もしかしたら多少財布の紐を緩めて選手に対していい契約を出していくという可能性もなくはないんじゃないのかなと思っていますけれども、こちらもどうなるでしょうかね。少なくともお金の使われ方はこのオフと比べて変わってくると思いますし、先発投手の FA 市場の動き次第では菅野選手にとっても追い風になるんじゃないのかなというところが私の個人的な予想です。
ということで、ここまで必ずしも今年 MLB 挑戦しなかったからといって来年今よりも良い契約をゲットできないとは言い切れない理由を私なりに説明してきたわけですけれども、ただ来期の FA の先発市場ですとか、それから CBA の動きなどはその時になってみないとわからない部分がありますし、それと比べて菅野選手が来年一つ年齢を重ねるという確実に起きることを重く見るという考え方もそれはそれで決して間違っていないと思っています。ただこのオフと比べて先発市場の活性化は期待できそうですし、また CBA 次第では球団が多少お金を使う方向に動いてくる可能性はあるんじゃないのかなと私は思っていまして、もし菅野選手が来年のオフ再び MLB に挑戦するのであれば、このオフよりも選択肢は多くなるんじゃないのかなというところが私の予想ですね。この点については皆さん様々な考えがあるかと思いますので、ぜひですね皆さんの考えなどもコメント欄で教えていただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。